受付スペースみたいな、なんですかね。
はい、というわけで吉岡銅山遺跡群ですということで、今日はこちらにやってきました。遺跡の跡があるということで、ちょっと今日はねこちらの方に来ました。観光スポット的な感じで、あるということで、吉岡銅山跡、銅山跡ね、トロッコ道跡。よし、おお、こんな感じでございます。すっごい立派な、なんかね天空の城ラピュタみたいな、なんかワンシーンみたいな。精錬所ここにあったということですかね。あの中庄にもね、なんか帯江銅山かな、全くここのここと一緒の銅山なんですけど、もうやはりこんな感じでしたね。どういうものかちょっとわからないですけど、免許センターの後ろぐらいにこんなものがありましたね。右手に筒のような感じのものがありますね。これは めちゃめちゃ冷たいですね。
こういう防空壕みたいなね、立派な洞窟というかトンネルがあります。ちょっと謎な感じですけどね。ちょっとこの先に何があるのか気になるところですけど、あ、橋がありますね。建物があります。なんか小屋が、めちゃめちゃ古い小屋が、これは何でしょうな。受付スペースみたいな、なんですかねこれは。物置小屋みたいな感じです。その奥にも何かあります。お、これもまた気になる感じですね。あ、すごいな。うわ、これが銅山と、あれが穴かな。ここがあの中心部みたいな、ここから採掘、まあ採掘場みたいな、採掘するとこですかねこれ。あの上にもなんかありますね。まあ、トロッコが走ってたということなんですけども、
うわぁ、この上まで、まあ、あったんですかね。いやー、なんかね、立派ですね。まあ、あれが穴なんでしょうね。ちょっとこの手前に見える洞窟のようなすごい霊気がね感じるんで、まあそこから入っていくのかな。すごい、これも下のね湧いてから来てるみたいなね。トイレがあります。やっぱりあの重要なものですからね、トイレ。トッポン便所ですね。まあ、こっからトロッコ列車がずっとあの先ほどの出発地点からあったということですよね。まあ、これがなんかのポイントの切り替え地点のものだったのかちょっとわからないですけど。ね、もうほとんど何も残ってません。ここからトロッコ列車が来て、進んで、まあ、これが作業員の休憩場所とか、まあ、荷物置いてたりとかしてたのかもしれないですね。明治とか大正にかけてのね、建物。施錠してあったんですね。はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。まあ、今日はこんな感じでございます。まあ、いろいろ廃墟とかね、まあ、あったりするんですけども、まあ、こういう感じで観光スポット的な感じで開放されてるのってのも非常に非常に貴重なものかなと思います。だから手前に結構ね、あの丁寧にその時代を書いてくれていたりとかねしてるんで、まあ、こういう銅山あったということで、まあ、この周りにもね、いろんなあの採石場というかあるんで、また興味ある方はね、ぜひ調べて行ってみてください。 Google マップで、調べたら一番早いかなと思います。というわけで今日はありがとうございました。めちゃめちゃ古い。
ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。というわけで、個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません、失礼しました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、おるいつも動画見てくれてありがとうございます、はい、この動画をいいと思ったらグッドボタン、おるいとまでのプロキスのチャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。